いくらボールを打っても間違ったタイミングで引いてたり、間違ったスイング、間違った選択をしてたらいつまでたっても振り遅れちゃいますよね。ただここが速くなっちゃってるんですよね。これも遅いですよね。これはトッププレーヤーでも振り遅れます。トッププレーヤーはこの深いボール、速いボールの時この選択はしないです。ですのでこれは技術が足りないんじゃなくて思考ですね。皆さんこんにちは、金子秀樹です。今日はですね、振り遅れの原因についてですね、なぜ振り遅れるのかっていうのをテーマに取り組んでいきたいと思います。初歩的な振り遅れの原因ですね、このタイミングの合わせ方ですね。もちろんこのタイミングが合わなかったら振り遅れますよね。ただテイクバックを早く引いたからといってスタートですね、リリースっていうんですか、がタイミングが合わなかったらこれでも振り遅れます。まず1つ目ですね、テイクバックが遅いのに気づいてないってことです。多分ご自身では早くやってるつもりが、ただここが早くなっちゃってるんですよね。タイミングが早くじゃなくて、自分が気づいてからこのセットするのが早いと思ってしまう、この違いですね。常に一定にテイクバックをするようにしてください。これが1つ目ですね。まだ遅いから余裕あるように見えますけど、これもう少し速いボールですとより振り遅れちゃいますよね。まずはコーチのラケットからボールが離れたらもうテイクバック、このフリーハンドとテイクバック、ラケットヘッズアップをまず作るようにしてください。まずは準備を早くする。テイクバックなどはもう早くした前提で、ここからのこのスタートのところですね、どこでするのか、リリースからインパクトですね、このタイミングを合わせるようにしてください。そしてついてからですね、ボールがついてからのスピードを計算して、このリリース、ここからですね、このまま直接行くわけではないので、ここからラケットヘッドが落ちてここまでの時間を計算するようにしてください。まだ遅いですよね。これも遅いですよね。少し早くします。こういうタイミングからでもいいですよね。切り返しを作る方は少しラケットヘッドが遅れてきます。このまま打ったら振り遅れますので、切り返し分を少し早く捉えるようにしてください。もう最初からの計算違いですね。そのスイングをしてしまったら振り遅れちゃうよ、その深いボールをそういう風に打ったら振り遅れちゃうよっていうボールのですね、判断ですね、深さの判断、スピードの判断、重さの判断が全てですね、この違ってしまう。こんなに体重が乗ってる深い球でも気にせず打っちゃうんですよね。これはトッププレーヤーでも振り遅れます。トッププレーヤーはこの深いボール、速いボールの時この選択はしないです。ですのでこれは技術が足りないんじゃなくて思考ですね。思考を下がって準備を早くして、もしくは大きなテイクバックだと振り遅れそうなんでターンだけで打つ、この選択ですね。ボールはいろんな種類のボールが飛んでくると思います。あ、このボールはこういう風にして打つ、このボールは抑えて打つ、このボールは少し大きくしても間に合うだろう、そういう風にしてコートの特性、相手、球種、もちろん高さにもよっていろいろ変化にですねついていかないと、なかなかそのボールに対してこの振り遅れっていうのは順応することができません。特にバックハンドが多いのが相手の鋭いラットショット、外に滑るボールを何も気にせず打ってしまう。これだと今日調子悪くてクロスいかないんじゃなくて、もう完全に振り遅れてるんですよね。振り遅れてクロスに引っ張れてない、真ん中に行ってしまう、展開されてしまう、そういう風になってしまうので、やはりどういう球が飛んでくるのかというのも相手の球種を見ながら、じゃあスタートを早くしよう、いやもっと滑ってくるからターンだけで捉えよう、そのようにして選択するようにしてください。では速い球でお願いします。これを相手の滑るボールを思いっきしステップインして打つ。今は来るのが分かってるからタイミング合ってるかもしれませんが、これがラリーの中で来たらなかなか会えないですよね。相手の体重乗った重い球、難しいですよね。今も振り遅れてしまいました。ですのでそれに合ったスイングを選ぶようにしてください。下がる、もしくはもうあらかじめ角度を決めとく、あ深い、無理しない、ボールの勢いに負ける、ニートリですね。下がってしまう、真ん中当たらなかったらより相手の力に負けてしまいますよね。そうならないようにしてください。無理して打たない、ブレーキングを使う。はい、以上ですね。今日は振り遅れの原因についてですね取り組みました。テクニックが追いつかないで振り遅れる部分もあります。ただ大きな部分として、やはりその状況判断とか相手のこのボールのスピード、球種、重さなどの判断を誤って振り遅れてしまう。自分が引いてるつもりが引いてない、リリースしてるつもりがリリースしてない、その感覚の違いでミスしてしまう。なのでボールの打つ数が少ないからミスしてしまう、そうではないんですよね。いくらボールを打っても間違ったタイミングで引いてたり、間違ったスイング、間違った選択をしてたらいつまでたっても振り遅れちゃいますよね。そうならないために正しいですねタイミング、正しい判断でまずは打てること、そこには自分の意識をしやすい、まずは意識をしやすいクォータースイングからでもいいと思います。まず自分の見える範囲から自分の思ったスイングができてるか。オーバースイングになるとどうしても崩れてしまうので、まずはクォータースイングから始めてみる。テイクバックもまずは小さくから始めてみる。慣れてきたら少し多くしてみる。そのようにしてタイミングを合わせてみてください。ではもしこの動画が参考になれば高評価、チャンネル登録、 SNS のシェアもよろしくお願いします。オンライングループもやってますので、お時間のある方はぜひご参加ください。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。